皆さんこんにちは。2019年管理業務主任者マンション管理士1日1時間速習講座始めていきます。今回の科目と回数ですが、こちらご確認くださいませ。民法その他法令、こちらの第1回となります。担当はレック専任講師亀田です。よろしくお願いします。はい、それではこの1日1時間速習講座なんですが、全範囲にわたって私ね、亀田が担当していきますのでよろしくお願いします。で、今回は民法その他法令全8回にわたるですね、第1回目となりますね。で、おそらくですけれども、まあ、科目の中でこの民法その他法令からね、始めていただいている方が多いと思います。ということは初めてね、この、まあ、映像を見てるということとが多いと思いますので、今回この若干ですがね、まあ、この資格、それから、まあ、勉強方法、それから講座の進め方なんかについてね、少しだけ時間取って、説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。まず使うテキストね、おそらくお手元にあると思いますが、2019年度版のこちらのね、デル順の合格テキストですね、プレゼンターでちょっと少しお写ししますかね、こちらとなります。で、今年から分冊になっておりますので、中ね、抜き取ってほしいんですね。今回使うのが、こちらの法令編の上の部分ですので、こちらね、使っていきます。まあ、ただしですね、分冊されてない、まあ、最初のページのところにですね、若干ですね、まあ、受験ガイダンスとありますので、そこで少しね、この資格の説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。少し進めていった。で、講座もそうなんですが、おおよそこのプレゼンターね、使ってですね、まあ、チェックしていきますので、それで見ていただければ。目次のページ、分冊されていない、ここのところですね、です。はい、冒頭の部分ですね。こちらのローマ数字で7ページとなっているところね。ここから、まあ、この試験のガイダンスがあります。詳しくは皆さんの中でご確認しておいてください。管理業務主任者、マンション管理士の違いなども踏まえてね。まあ、この資格、失礼、この講座自体はこのマンション管理士、管理業務主任者、どちらの資格も対象としております。で、今回から始まっているのもね、どちらを狙っている方も聞いてくださればと思いますね。まあ、当たり前の話なんですが、マンション管理士も管理業務主任者もマンションの、まあ、専門家になる資格なんですが、受験科目がほとんど一緒なんですよ。出る科目ね、それから受験形式も2時間で4択で50問ということで、で、しかもですね、おおよそ合格ラインがだいたい7割からね、7割強というところで、そこも似ているので、まあ、ここはやはり、管理業務主任者だけ受ける方もいらっしゃると思います。からマンション管理士だけ、という方もいらっしゃると思いますがね、まあ、合わせて、聞いていただければと思います。違いなんですかって言われるとそうですね、難易度でしょうかね、管理業務主任者、マンション管理士ね、これも、まあ、外のガイダンスの中で、まあ、せっかくあるので見てておきましょうかね。ページが、9ページなんですかね、読みにくいんですがね、合格率などの一覧表になっています。まあ、昨年の例ですが、表の上段の方は管理業務主任者ですね、21.7%、マンション管理士に関しては 7.9 と、まあ、10% 切っておるのでかなり難しい。まあ、ここは違うですね、となります。ということは、どちらかというと試験の内容を考えますと、そうですね、マンション管理者の方が少しね、難しい内容が聞かれているということなんですが、それはまあ傾向として確かにあったんですが、ここ数年はマンション管理士、内容自体が難しいっていうわけじゃなくて、得点が高いんですね、合格ラインが。ということは、まあ、逆に言うとマンション管理士で出題される、まあ、内容と管理業務主任者で出題される内容はそれほど変わっては、おりませんというのはここ数年の流れです。どちらかというとマンション管理士はですね、まあ、昔の傾向で言うとちょっと考えさせるようなですね、問題ね、覚えていただけでは取れないような問題が多く出題されたんですが、めっきり最近は減って、もう規定だけを聞いている問題が多くなっております。その代わり結構細かいんですね。一方、管理業務主任者の方は昔から規定だけ聞かれるということが多かったんですが、逆に考えさせるような問題が増えてきてるんです。そうなってくるとお互いのですね、内容が近くなっておりますので、それは一緒に勉強した方が効率いいでしょうっていうところ、まあ、そこも狙いもあってね、まあ、ダブルで受験される方はまあ一緒にやってみてください。まあ、
とはいうものの、まあ、違いがあることは確かなんで、特にマンション管理士はね、少し突っ込んだところを聞かれるケースがありますので、その点に関しては満館プラスという項目でですね2コマ用意しておりますので、まあ、マンション管理士、今年考えてらっしゃる方はね、そちらも合わせてねプラスアルファで聞いていただければ、まあ、それで、まあ、2つの講座はしっかり勉強できると考えておいてくださいですね。はい、でそうですね、これはどうしても言っておかなきゃいけないので、同じですね、ガイダンスの中にですねページがまた読みちょっと戻って8ページ1ページ戻っていただいてね、資格の2番となっておりますが、試験概要、日数いつかっていうことだけは再認識しておいてください。発表としてはね、例年試験日が例年12月第1日曜日です。管理業務の新社、今年令和の元年2000でいうと19年ですが、これ、まあ、日和見ますと第一日曜日が突破締めの12月の1日なんですね。ちゃんと逆算して計算しておいてくださいね。マンション管理者はその1週間前、すなわち11月の最終日曜日、今年、カレンダー見ますと11月の24となっております。ですので、まあ、そこの逆算はしっかりしていただいて、そこから逆算してしっかりね勉強するようにということは意識、まあ、しっかりカレンダーには丸してね、この日合格するんだ、まあ、もちろん発表はその後ですけれどもね、目指してやっていただければと思いますね。はい、でですね、その他試験内容などもありますが、そうですね、これもちらっとだけ見てですね、10ページの試験内容としてありますが、まあ、発表されているものは、上が管理業務主任者でマンション管理士なんですが、実際ちょっと分析しますとこういう形となります。同じ12ページなんですがね、2018年度この毎年、どっから何問という決まってるわけじゃないんですが、おおよそこれに習っておいてください。もっとざっくりいきますと、法令系でどちらもだいたい6割程度から建築設備系で、おおよそ3割程度、まあ、残った部分が、管理実務会計ですね。まあ、その中でも点数取らなきゃいけないとなると、今回から見るね、法令だと思ってください。完璧は無理ですけれどもね、それから難しいものはありますものの、比較的勉強がそのままね、点数につながっていく項目でもありますので、ね、まあ、多くは重きです。またね、会計に入った時、それから設備に入った時、それぞれ勉強のポイントは言いますかね、まずは法令系、まあ、しっかり進めていただければと思います。ではですね、あまりくどくどと前説してもですね、時間がもったいないですのでね、中進めていきたいと思いますので、ずっと今度は分冊の方行ってですね、第一編民法その他法令というところまで進めてください。こちらの分冊版の法令上の方ですね、はい、ください。で、先ほどのガイダンスと同じようにね、プレゼンターでこのような形で示していきます。時には私はどいてもらいますのでね。でです、今回やる内容、毎回確認していきます。第1章から第4章、意思能力と行為能力というところもあるんですね。ページとしてはかなり進みますものの、まあ、どちらかというと1章と2章に関しては内容的なものはあまりありませんので、まあ、若干の説明を加えるだけで、まあ、主に第3章、第4章と進めていきますので、よろしくお願いしますね。でです。これは、まあ、最初ですので、まあ、受講の仕方というわけではないんですが、各回、1時間、まあ、60分の中でですね、決まった範囲を進めていきます。その、まあ、目線といいますか、ポイントはですね、やっぱり過去問がいくつか解けるように、まあ、説明していくということですね。確かに使うのはテキストなんですが、結局この試験はまあなんだかんだ言っても過去問をどう制覇するか、まあ、過去問をしっかり理解して解く力が出てくると試験に必ず受かりますのでね、まあ、ただそのために無役に過去問をやってもということなので、もう最低限のまあレベルのまあ知識をつけていくっていうのはこの速習の講座の一番の狙いだと思っておいてくださいですね。そうなってくると、まあ、嫌なんですけど、テキストがちょっと厚すぎるんですね。持つものも重たいぐらいですので、これをですね、逆に読み込んでいくっていうのは効率的にはあまりよろしくありません。ですので、まあ、その、内容の中ではこのね、まあ、限られた時間ですが、まあ、できる限り説明していきます。で、その中で、試験に出るのはここです。ここを覚えなきゃいけません。というのを、まあ、毎年、かなり、毎回ね、かなり多くはあるものの、そこをちゃんと示してアンダーラインを引いていきますので、まあ、最終的にはそれをちゃんと覚えてみてください、テキストの中にね。
まあ、そこを覚えていく、まあ、もちろんそれだけじゃなくて理解する上で非常に大切なところもですねアンダーライン引いていきますが、まあ、そこだけ追っかけると毎回毎回の復習は5分から10分程度でできると思いますので、まあ、そうを全体度をつかんだらもうどん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 過去問にね、怖がらずに入っていっていただきたいですね。そのための掛け渡し、これが、このね今回から始まる速習講座1日1時間速習講座だと考えておいてください。ただそうなってきてもですねテキストが分厚いので、結構しんどいところもありますので毎回毎回ですね、こちらのねパワーポイントで、示していく中でです、まあ、若干最初にこういう形でねポイントを上げていきますので最後およそ5分程度でしょうかね今回やった範囲今これですよっていう最低限覚えなきゃいけないところを皆さんのお手元にもパワーポイント画面集としてね、手元にあると思いますので、まあ、それに合わせて最後まとめて、まあ、やっていこうということで進めていきますのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、では、早速ですがね、中入っていきましょう。はい、では、第1編民法その他法令、今回は第4章の意思能力と行為能力まで進めていきますが、1章2章に関しては民法とはどういう法令かっていうのが、書いてあるだけですのでですね、今回はすいません割愛させてください。第1章それから第2章ともですね、一通り民法の学習が終わった後読んでみるとちょっと中身が見えてくることもありますのでね、ぜひぜひ終わってから、全体像を見ておいてください。というのも全体像からするとですねちょっと講釈になりますので、そこでねうっと拒絶反応を起こされると困りますのでね、僕はいきなり本題に入っていきたいと思いますのでずっと進めていただいて、第3章ねページ数でいきますと13ページになるのかな。第3章、契約の成立要件と有効要件、そこまで進めてください。はいですね。で、この各章の初めにですね、過去の本試験の出題実績があります。これは、管理業務主任者とマンション管理士と分けてですね、マンション管理士の方は赤ですね、管理業務主任者の方が黒星でついております。で、管理業務主任者などになりますと、まあ、過去10年、おおよそほぼ毎年のように出題されているので、試験的には重要度なんかを測っておいてください。で、ただ重要度と言いましてもですね、毎年出題されるものの難問奇問の連続のようなところは、試験対策としてはあまりよろしくないので、重要度というのもね、一つちょっと項目書いて用意しておりますのでね、そこに ABC の3つにプラスアルファして S ね、4ランク分かれておりますので、それも、勉強目線、目安としていただければ。で、今回、あまり、記載されたところを修正はしたくないんですが、私、多少の個人意見でありますが、マンション管理士と管理業務主任者、分けますと、マンション管理士は出題がですね本当に多くないので、昨年久々に出題されたんですけどね、それにしても重要度はそれほど高くないので、ランクでいうと B でこうなんですが、管理業務主任者はですね、昨年たまたま出題されないもののほぼほぼ毎年、複数台出題されることもありますので、ここは思い切って必ず覚えなきゃいけない重要度は最重要の S2 でちょっと繰り上げておいてくださいっていうのでちょっと書き加えました。はい、最初の項目ですしね、比較的理解もしやすいところですので、ぜひぜひ得点源にしてみてください。毎年管理業務主任者だとね、突破締めの問いの1番ぐらいで出てくることが多いのでね、出花くじかねないという意味でも大切な項目ですのでやっていきましょう。ではですね、先ほど第1章と第2章で飛ばしてしまったんですが、民法ね初めて勉強される方もいらっしゃると思います。ではどういう法律かっていうところなんですが、これ結構勉強にわたって大切なところなんですが、漢字考えてみてください。です。いろんな言葉考えるときね、民法です、民のルールです、市民のルールです、要は一般市民のルールが民法なんですが、その一般市民のルールである民法を特に初めて見られる、勉強される方なんかは読んだことも見たこともないですね。市民のルール知らずに今まで生きてきてる、おかしくはありません。いや全くその通りなんですよ。
民法確かに市民のルール載ってるんですが、これは実を言うと何らかの争いがあった時にどう解決しようかっていうルールが載ってるのはこれ民法だと思ってください。ですので、これ嬉しいことに今までどんな争いにも巻き込まれなかった方は民法は無用の長物でいりませんっていうことなんですね。まあ、ところでいろんなことを考えますと、特にマンションの管理の現場、それからマンションの管理の関連するとね、不動産の売買とかになりますと、まあ日常のように揉め事が起こっておりますので、その揉め事が起こった時のね、解決方法はこれ知っとかなきゃいけないということで、まあ取材されているのがこの民法ですね。はい、っていうところです。で、その中でやはり争い事の中で一番多いとなりますと、やはりこういうものでしょうかね、契約があります。その契約ね、その契約を守ってくれない、ちゃんと果たしてくれないというのが一つの、まあ、争い事、まあ、そういうルールが、まあ、しっかり載っているのがこの民法だと思ってます。で、今回やるのはそもそもその交わした契約、約束事が本当に成立してるんですかねっていうところからの争いなんですね。そういったところが載っているのはこの、はい、契約の成立要件と有効要件というところですね。なります。で、おかしな契約を結んだ場合、まあ、結局その契約が、結ばれておりませんよっていうことで何らの義務も発生しないっていうのにつながっていきますので、まあ、そういった時にね、まあ、おかしな契約を結んだ時にどう解決していくかっていうのがね、まあ、一つ今回やるこの契約の成立要件と有効要件だというところですよね。そこで、まあ、逆にきっちりとした契約、まあ、きっちりというわけじゃないんですが、ちゃんとしていた契約はどういうふうにすると成立するか、まあ、そこから見ていきたいと思いますね。